皆さん、こんにちは。立ち振る舞いがかっこよく、渋くて色っぽいと評判の俳優、舘ひろしさん。年齢を重ね、ますます魅力に磨きがかかっているようです。自由奔放な性格の舘ひろしさんは、長年独身を貫き、46歳の時に、13歳年下の一般女性と結婚しています。そんな舘ひろしさんの妻、幸子さんとは、一体どのような方なのでしょう。舘ひろしさんの活躍と私生活について深掘りしていきます。舘ひろしさんは1950年3月31日生まれ、愛知県名古屋市の出身です。石原プロモーションに長年所属していましたが、2021年1月16日に解散したため、現在は舘プロに所属しています。舘ひろしさんは1996年に幸子さんという一般の方と結婚しています。妻の幸子さんは学習院大学を卒業し、その後客室乗務員として勤務していたそうです。丸紅商事の元常務の父親と TBS 初代会長の祖父を家族に持つ幸子さんは、家柄の良い家庭で育った方のようです。舘ひろしさんとは10年間の交際を実らせてゴールインしたようで、年は13歳ほど離れています。舘ひろしさんは趣味で乗馬やゴルフをしていますが、妻の幸子さんと一緒に行動されることは少ないようです。僕はずっと恋愛していないとダメなんだ。だから結婚後もちゃんと恋愛はしているよ。妻はよく理解してくれている。以前舘さんは婦人公論という雑誌で、結婚生活についてインタビューでこのように話していました。妻の幸子さんは器の大きな方のようです。舘ひろしさんの性格をよく理解しているようです。舘ひろしさんは趣味で乗馬やゴルフをしていますが、妻の幸子さんと一緒に行動されることはないようです。舘ひろしさんは以前、夫婦は同じ趣味を持たない方がいいと語っていたので、舘ひろしさん流のこだわりなのかもしれません。妻の幸子さんはとても社交的な女性で、交友関係も広いそうです。お互い自立した大人として自分の世界を確立しているのでしょう。そんな幸子さんの理解もあり、舘ひろしさんは俳優としてますます魅力が増してきたと評判です。ダンディで色気のある役柄からコミカルな役までこなし、ファンの幅を広げているそうです。最近ではコミカルな CM にも出演し、あのダンディなおじさまは誰と若い世代にも人気だそうです。結婚後も舘ひろしさん特有のかっこよさは変わることなく健在です。大人の色気で人気の舘ひろしさん。結婚後も舘さん特有のかっこよさは変わることなく、その私生活は謎に包まれています。結婚生活も15年以上経ち、舘ひろしさんに子供はいるのかと気になっている方もかなり多いようですが、舘ひろしさん夫妻に子供はいません。なぜ子供がいないのかはご夫婦にしかわからないことですが、やはりそこにも舘ひろしさん流のこだわりがあるのではないでしょうか。家庭でもスター、舘ひろしであり続けたいというご本人の考えから、家庭人になることが嫌だったのかもしれません。夫婦でデートすることはないと公言もされていました。あえて仲の良い人とはデートをしない主義だそうです。他の人とはデートするのか気になりますが、舘ひろしさんなら全て許されそうな気もします。休みの日に自宅で映画鑑賞をする際は、お互い別の部屋でそれぞれ好きな映画を鑑賞するそうです。自由を愛する舘ひろしさんと精神的に自立している妻の幸子さんには、独自の夫婦生活のルールがあるのでしょう。舘ひろしさんには娘がいるのではないかという噂が流れたことがありましたが、舘ひろしさんに娘はいません。ではなぜそのような噂が流れたのでしょうか。それは以前舘ひろしさんが父親役で出演したドラマが原因なのではと考えられます。舘ひろしさんは2007年に俳優の新垣結衣さんと「パパと娘の7日間」というドラマに父親役で出演しています。パパと娘の人格が入れ替わってしまうコメディードラマで、当時人気が出始めた新垣結衣さんが娘役ということで話題になりました。そんな新垣結衣さんと久々に再会したのが第6次10回ブルーリボン賞授賞式でした。演技に自信がないのでこんな賞をもらっていいのかと謙遜する舘ひろしさんに、新垣結衣さんが「パパおめでとうございます」と声をかけました。舘ひろしさんも「入れ替わってみましょうか」と応じ、ドラマ「パパムス」を思い出すと会場を沸かせたのです。このようなエピソードから舘ひろし娘というキーワードが広まったのかもしれません。
人気俳優の綾野剛さんと共演した映画ヤクザと家族ザ・ファミリーが公開され、その宣伝でバラエティ番組にもよく出演していました。舘ひろしさんは頭の回転が早く話し上手なので、バラエティ番組がきっかけでファンになったという方も多いそうです。遡って2021年1月16日に解散する老舗芸能事務所石原プロモーションが同月8日最後となる新年の事務所開きを行い、所属俳優の舘ひろしさんと神田正輝さんが出席しました。大スター石原裕次郎さんが1963年に設立した同事務所が58年にわたり恒例行事として大切にしてきた仕事始め、独立する2人は社内で最後の対面を果たし、別れの肘タッチを行いました。解散後初めてコメントした神田正輝さんは、居心地が良かったねと笑顔を見せていました。舘ひろしさんも、石原プロは俺の中に残っていると魂の継承を誓っていました。創業者の石原裕次郎さんと2020年8月に死去した2代目社長渡哲也さんの写真の前で、儀式に臨む社員たちの柏手が響き渡っていました。新型コロナウイルスによる2度目の緊急事態宣言初日となったこの日、限られた出席者の中に舘ひろしさんと神田正輝さんの姿がありました。石原軍団のツートップは、久しぶりに顔を合わせたスタッフや新年の挨拶に訪れた関係者と談笑していました。ファンからの年賀状に目を通すなど、人生の半分を預けた同社での最後の時間を過ごしました。渡哲也さんに心酔し、1983年から38年在籍した舘ひろしさんは、ぬるま湯で、すごく居心地がいい、暖かくて楽しかった、俺が事務所をやるとしても仕事始めに餅つきしたり、俺の中に残っている石原プロのいいところを残したいと笑顔で語りました。71歳の誕生日で、石原プロが俳優マネジメント業務を終える3月31日以降に独立することが決まっており、改めて決意をにじませていました。事務所開きを終え、神田正輝さんが舘ひろしさんに、俺今から仕事で大阪に行くからと肘を出すと、舘ひろしさんもあうんの呼吸でにっこり、コロナ禍で握手の代わりに別れの肘タッチを交わし、俺に何かできることがあったら言ってと一言声をかけました。神田正輝さんが、何よととぼけると、例えば事務所の広報電話番でも何でもできるからさ、俺ができることがあったら言っていつでもと冗談めかしつつ、盟友との変わらぬ絆をアピールしていました。笑顔でうなずき、行ってきますと普段通りに事務所を去る神田正輝さんに、舘ひろしさんも行ってらっしゃいと送り出していました。その後、2022年12月発売中の女性自身が、神奈川横浜繁華街に現れた俳優の舘ひろしさんと柴田恭兵さんをスクープしました。2人はかつてサングラス姿で一世を風靡した1986年のドラマ危ないデカでダブル主演を務め、この度6年ぶりに最新作映画の撮影が当時始まったところでした。2人は路上に止まったオープンカーに乗り、通行人はその風景を一目見ようと続々と現れ、通常以上に厳重な警備体制が敷かれたようでした。同ドラマは1987年12月劇場映画第一作危ないデカが公開され、大ヒットを記録しました。危ないデカといえば、バイクに乗ったまま銃を撃つシーンが舘ひろしさんのお約束なのですが、70歳を過ぎようとする中、危ない撮影にも意欲的だといいます。舘ひろしさんは1975年総括するバイクチームクールスからの選抜メンバーで結成されたロックバンドクールスのボーカルとして紫のハイウェイで歌手デビューしました。また俳優としてのキャリアもスタートさせ、1976年公開映画暴力教室で銀幕デビューを果たしています。1979年初出演したドラマ西部警察シリーズをきっかけに小渡哲也さんと出会い、1983年石原プロモーション以下石原プロへと入社しました。2011年3月石原プロの取締役を辞任し、看板俳優として第一線を走り続けています。芸能界随一の結束力を誇った石原プロでしたが、退社した者とは共演 NG という鉄の掟
が存在していたと言われています。中でも故石原裕次郎さんとの共演数が最も多かった女優浅丘ルリ子さんもその一人だそうですが、2021年5月舘ひろしさん主演のドラマ「生きて再び保護司深谷善佑」の制作スタートで浅丘ルリ子さんとの共演が発表され、49年越しに掟が破られたと話題を集めました。舘ひろしさんは石原プロ独立後初の主演ドラマとなり、浅丘ルリ子さんとの共演はメディアをざわつかせたそうです。浅丘ルリ子さんは石原プロ時代一時期は役員を務めたこともありましたが、石原プロを離れてからは石原プロ所属の俳優との共演は一切ありませんでした。石原プロは1963年に設立しています。2021年5月の女性セブン小学館によると、旗揚げの際に石原裕次郎さんが声をかけたうちの一人が浅丘ルリ子さんだったといいます。当時テレビの普及で映画業界が下火になり、映画スターの活躍の場が減る中、石原プロは映画制作に力を入れていました。浅丘ルリ子さんは日活のトップ女優でしたが、映画への思いが強く1966年に石原プロへ移籍していたといいます。ところが1972年浅丘ルリ子さんは石原プロを退社しました。退社の原因は石原プロの失敗だと同紙は報じています。石原プロ元常務取締役中川幸雄氏によれば、大ヒット作品に恵まれるも、1970年の公開映画ある兵士の賭けが大こけしましたと当時を振り返り、公務員の初任給が約3万円の時代に6億円もの負債を抱えることになったと明かしています。中川幸雄氏はこれが原因となり映画制作の幅を狭めざるを得なかったとし、映画に出続けたかった浅丘ルリ子さんの退社は自然な流れと説明していました。浅丘ルリ子さんが退社して以降、裕次郎さんとの共演はパタリとなくなり、石原プロ所属の俳優との共演もないとした上で、どちらかが共演 NG にしていた可能性を示唆しました。これに中川幸雄氏は、表立って NG を出していたわけではありませんとやんわり否定しつつも、退社組と共演 NG という明文化されていない鉄の掟のようなものは確かにあったとも認めています。いかがだったでしょうか。今回は舘ひろしさんに近況とこれまでの活躍を見ていきました。実は調べてみると、舘ひろしさんと浅丘ルリ子さんが石原プロに滞在していた期間は重なっていないといいます。両者の共演の経緯についてドラマ関係者は、ドラマのキャスティングの際、制作サイドは石原プロが解散したこともあり、舘さんに浅丘さんとの共演を打診したと同誌に語っており、舘さんは多少の戸惑いはあったようですが、浅丘さんへのリスペクトもあり決断したとしています。浅丘ルリ子さんも了承したようで、2021年5月浅丘ルリ子さんは石原裕次郎さんとのご縁で今回初めて舘ひろしさんと共演することになりましたと同ドラマのキャストコメントを寄せていました。ここら辺が老齢な振る舞いといったところでしょうか。二人の共演を亡き石原裕次郎さんも喜んだことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。